モデルさんの骨格が綺麗で、まあ、顎とか頭の形が綺麗で、そしてあのハードなもともとナチュラルウェーブを持ってらっしゃるので、その素材を最大限に生かして作っていくと結果的にはビッグシュレットになるなっていうのが想像ついたので、あの今回はこういうテーマにしました。